はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題なんだけれども、ちょっとこれはね、皆さんと一緒に考えてみたいなと思います。元気なおじいもね、これこうだろうああだろうしてね、まあいろんな思い込みがあるので、一人でも多くの皆さんの意見を取り入れた方が、これはこういう意味だよね、こういう意図だよねっていうのがね、まあなんとなくこう見えてくるんじゃないかなと思いますね。十人十色、いろんな考え方があるんでね。で今回のテーマはこれです。びっくり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 ね、再審査ね、即答ナムカルール即利用停止ね、こういったものがあったの皆さんご存知でしょうか。で、ご存知でしょうかというよりも、ご存知でないといけないんです。なぜならば、契約するときにその内容を理解して承諾しているからですね。はい、そんなわけでね、今回この内容をね、見てみましょう。この楽天モバイルのねページからもご覧いただくことができます。楽天モバイル通信サービス契約約款第35条4項に基づいた本人確認書類の再確認とは何ですかということでね、昨日もこのね、この第35条に関してね、でこの中の利用停止の項目があるので、今皆さんの意見を募集している最中です。昨日夜ね、寝る前に作ったので、まだ今一番に作ったらまだ早すぎるからね、皆さんの意見今ね、7人ぐらいいただいてるからね、もうちょっと皆さんの意見が集まったらそれを動画ねまとめたいと思います。で今回の内容は、楽天モバイル通信サービス規約約款第35条4項に基づいた本人確認書類の再認識とは何ですかということでね、これに該当する方がいろんなパターンがあるのではないかなと思います。1種類や2種類だけではないね、いろんな内容が含まれていると思いますね。これがね、実にややこしいのよ、ね。まあ、ちょっと寒いんでね、暖房入れても全然効かないんだよ今日ね。そう、今日ねすごいショックだった。先日ね、夜スーパーに行って、でおじい、これスーパー並んでたら後ろでね、これ山積みになってね、なんかね、なんか売り出しワゴンとかあるよね。でそこにこうなってたんで、ああリッツだ、久しぶりだなと思って買ってきたんだよ。そうしたらこれね、ナビスコ製だった。あーやっちゃったと思って、山崎クラッカーの方を買わないとね。これね、おじいナビスコの方は買わない。みんな ナビスコリッツでしょ、ね、ナビスコリッツなんだけど、山崎がビスケットを作ってね、で知名度一応弱いぞっていうね、なんかでもその昔の話らしいんだけど、でナビスコって何っていうと、なんか海外のどっかの国のなんか高級ホテルの名前なんだってね。だからそこをイメージさせるとすごくなんかイメージが良くなるっていうね。だからもう分かりやすく言うと、ね、ナビスコリッツって言うんですけど、バッキンガム宮殿リッツみたいなね、なんか帝国ホテルリッツの方が分かりやすいかね、そんな感じのイメージを見せるためにライセンス権、ちょっとそのホテルの名前貸してってね、高いライセンス料を払ってナビスコって使ったとかね、ああナビスコ全然関係ねえんだと思ってね、そこのホテルで出してるものを再現したとかね、そういう特許とかそういうものは全く関係ねえんだってね。だったらでも長年ずっと金払ってきて、もう知名度ね広がってみんな親しんでるから、もういいよってことでね、ライセンス打ち切ったっていうことで、山崎ビスケットになったんだね、クラッカーとかね、そっちがね。ナビスコは本来はこれ全く関係ねえんで、こっちのねナビスコのやつはね、おじい買わないようにしてたんだけど、山崎の方を応援してたんだけども、うっかりね、長年の習慣って怖いね、なんかね、これ買っちゃったんだよ、ね。まあ、みんなナビスコの方がみんな安心するでしょう、ね。いや、おじいはね、山崎の方を応援したいんだよ、ね、よいしょと。おじいね、人生初だよ。このクラッカーって、
そのまんま、おじい、そのまんまでしか食べたことないんだけども、いつも買ったことがないような、このチーズ別売りで買ってきちゃってねこのクラッカーの上にさ乗っけて食べるって、あのなんだっけ、あの科捜研がやってたじゃんよくね。でそれやったことなかったんだけど、ちょっと一回やってみちゃおうかなと思ってね。いやーもう人生半世紀以上過ぎてからね、こんなことするなんて言ってね、ちょっと食べてみよう。あの湿気たチーズおかきになった。なんかあったよね、なんかね、あの おかきの中に真ん中にチーズが溶けたようなのが入ったような、あったよね。あのチーズおかきが思いっきりなんかあの水分含んで湿気たようなそんな感じだ。あ、いやいや、ちょっと待って、粉っぽくて、もう変なとこ入っちゃう、落とし物になってきたからね。あの粉は敵、もうビスケット1個でね、あの命がけだよ本当。ビスケットの粉変なとこ行っちゃうからね本当。はい、でね、内容見ていきましょう。誠に恐れ入りますが、重要事項料金表利用規約の楽天モバイル通信サービス契約約款第35条4項に基づき、お客様の本人確認書類の再確認が必要な際にご連絡させていただいております。ご連絡を受け取られた場合にはお手数ではございますが、以下をご確認の上、必要書類をここご郵送ください。いいですか？ご郵送くださいです。ここをね、よーく覚えておいて、ご郵送くださいです。手続き必要書類、ね、1、対象の SIM 電話番号、括弧もしくは20から始まる13桁のユーザー ID を記載した書面、ね、手書きで問題ございません。2、ご契約者様の本人確認書類、括弧運転免許証など、米印、ね、SMS などのご連絡で本人確認書類の識別をご指定されている場合はそちらをご提出ください。指定がない場合はご契約時にご提出いただいた本人確認書類以外をご提出ください。ここ面白いでしょ。指定がない場合はご契約時にご提出いただいた本人書類以外をご提出ください。以外ね、これ再確認なんでね。で、運転免許証の場合は裏面のコピーも必要です。これここのところにさね、あのこう運転免許証などって書くと運転免許証そのものを送れって思っちゃうよね。運転免許証のコピーなどって書いてくんないと、運転免許証入れるのってそのまま送っちゃう人がいるかもしれないよ今の日本だと。なんでこの場合は裏面のコピーって書いてあるのにこれじゃ運転免許証のコピーなどって書いてないんだろう、不思議だねここね。本当あの言われたことしかねあの動けない社内もいるんで、本人確認書類の氏名住所は最新のものでない場合、補助書類を合わせてご提出いただく必要があります。ご提出いただける書類の種類につきまして詳しくは本人確認書類をご確認ください。で、郵送先があります。利用審査窓口宛て、ね、でこの内容なんだけどもね、いい？郵送だからね、これ郵送ね、郵送で、ここです。注意事項、赤い字で書いてあります。 SMS 通知日を起算日として7日以内
必着でご郵送ください。期日超過や本人確認書類に不備がある場合はご利用を停止いたします。原本ではなくコピーのご提出をお願いいたします。ご提出された書類は返却いたしかねます。本件について楽天モバイルカスタマーセンターにお問い合わせいただいても回答いたしかねます。だってカスタマーセンターにお問い合わせしてもね、近所のおばちゃんしかいないからね、ご了承ください。必ず上記郵送先まで書類の提出をいただけますようお願い申し上げます。ということで、例えばね、ほんの一例なんだけれども、奄美大島とかね、沖縄の方とかね、まあ、特に台風シーズンなどを含めてね、女子の皆さん、結婚したらもう楽天モバイルは手放す覚悟が必要です。結婚して名字が変わったね、で嫁いで住所が変わったね、もうこの世の中にゴロゴロいっぱいあるよね。あ、逆にあったの離婚したとかね、いろいろあるよね。でそんな方ね、 SMS ピッピッピッってね、来たらもう7日後にはもうその書類がここに届いていなければならない、ね、ただしね、離島っていうのはね、船便だと時間がかかる、ね、船便にしても飛行機にしてもね、その台風シーズン欠航するよね。で例えばね、ただでさえ北海道みたいにね、便がいいところですら、だいたい最短で2日3日ぐらいは最低かかるよね、本当。でこの本州でも隅っこからだとというところだとやっぱ2日かかるよね、本当。だそこに郵送だからね、宅急便ではないよ。で郵便は皆さん、おじい過去にちょっとネタにしたんだけども、郵便の場合って今ゆとりになったっていうか、時間配達する時間も短縮で、あと休みの日ものんびり入れて、その配達員とか要はそういう人たちに無理がいかないようにっていうね、見直しをされたんだよね。これ去年のネタだかな、一昨年のネタだったかな、それを発表したんだよね。まあ宅急便とかもそうだよ、お昼の時間帯は配達しないとかね、ちゃんと お昼ご飯を食べる時間を設けてね、1時間ね、そういう時間設けて、でもいつも来るからね、あれ守られてる、いやー厳しいっすよって言いながらね、結局変わんない、なんて言いながらね実際には実態は変わってねって配達員はみんな言ってるけどもね、でもみんなやめねえんだよ、みんなやめないねってね、よっぽどこれいいのねって言ったらね、いやーそんなことないっすよって言いながらね、いっぱいもらってんでしょって言いながらね、まあ焦りとしてね。でもこれもう昔のように郵便って今そんなに頑張ってくれてないんだよね、がむしゃらに、ね、で特にね、郵便つい最近もニュースになってたよね、なんだっけ、いろいろまとめて捨てられちゃってたよね、めんどくさいからつってね、そういうのが多い。まあそんなわけで、で今はそのどっち側の名前を、ね、名乗るかっていうのはそれは自由だったと思うけど、あれ席についてはどうだったかな、まだ今検討中だっかなんかあれだけども、もう変わる人ね、あと引っ越しだよね、引っ越しとか移動のシーズンとかね、大変だよね。でこの SMS が例えば楽天モバイルをメインで使ってる確率ってすごい少ないと思うんだけど、ね、例えばあやばいウイルスかかっちゃったってね、でなんかホテルかなんかにね、とりあえず隔離されててね、隔離期間が何日間か分かんないけどね、でその間に自宅に置いてある SMS にツッツって通知が来たらもう一発アウトだよね本当だって
通知されてからもう1週間後には届いてねと、もう消すよって言われてんだからね。これ怖いね、これね、期日超過ね、もう 7日以内に来なかった場合ね、期日超過で本人確認書類に不備がある場合はご利用を停止いたしましてね、停止されてしまう。怖いね、めちゃめちゃ怖いね、ほんとね。まあこれはご利用の停止だからね、これね、ただ停止されるだけだからね。だから停止っていうことはまた再開ね、再開もできるとは思うんだけどもね、でも一応停止をされてしまうっていうことです。で、この楽天モバイルのね、この第35条の利用停止っていうのは実はものすごくいっぱいあるんだよ。皆さんがねしっかり見てるかどうかのお話なんだけど、PDF でね、みんなダウンロードできるっていうか、みんな契約してるとみんな持ってないとおかしい、ね、持ってないとおかしいです。今ね、元気なおじいね、楽天モバイル今契約してないんで、もう先月解約したんだよね、もうね。当社はこれね、契約者が次のいずれかに該当するときは当社が定める期間本サービスの利用を停止することができます。で、ここね、第4項、本契約の申し込み、本サービス利用権の譲渡の承認にかかる請求または契約者氏名等の変更の届け出にあたって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合、または当社所定の書面に記載された内容から不正利用目的の疑いが認められた場合と書いてあります。で、この内容なんだけども、これ一番最初にね、ここなんだよね。まあ、レンタル Wi-Fi でも普通の契約でも何でもそうなんだけども、その内容、たったそれだけの内容なんで、ここね、楽天モバイル通信サービス契約約款第35条4項に基づきで、この内容だとその内容が全くわからないでしょ。で、そこの第4項だったら、たったこんだけの文章だね、第4項ね、で、この内容を書いてに基づきって、この4行をなんでそこに書かないの、これ不思議だと思わない？だから今後のね、おじいがね、総理大臣になったらね、もう鶴の一声でね、もう日本の法律で決めるよね、第何条第何項に基づいてどうのこうのっていうね、その書き方やめなさいっつってね、それを括弧して、この内容でね、第35条第4項ね、この内容に従ってとかね、そういう書き方をしなさいっていうね、おじいは法律改正するよね。その中でね、どうしてこのね4行をはしょりたいのかなっていう、不思議でしょ。でさ、この内容に4行を追加したところで困る内容ってある？これここのところにね、こうやってお客様の本人確認で、これがねお客様サポートなんだよ。いい？お客様サポートなんだよ。お客様をサポートしてあげる内容なんだよ。だお客様に対して理解できるように分かりやすく書いてないといけないのに、一番重要な部分を、ね、楽天モバイル通信サービス契約約款第35条4項に基づきでここではしょってるの。でもこの内容はみんなこれメールで送ったから持ってるでしょ、ね、知ってるよね、理解してるよね、承諾同意してるよねってそういう思いでここはしょってるんだったら、この説明すらもういらないんじゃん。なんでその4行をはしょるの、ね、まあそこが不思議なんだよね。それで、まあ、この内容を見てみると、この要は本サービス利用権の譲渡の承認、本サービス利用権の譲渡の承認、
この利用権を譲渡自体ができるのっていうね、利用権の譲渡の承認って、で、あの利用権の譲渡って何欲しい、ここをちょっとうまく理解できなくて、ちょっと皆さんみんなで考えようなんだよこれね。分かんないでよ、あの楽天モバイルって要は業者登録みたいなものはなかったと思うんだけど、で業務利用はダメだと思ったんだけど、ちょっと分かんないよ、省内を確認したから。なんか昔そう言ってたような気がするけども、で個人が契約をするね、だ私が使うものとして契約してるはずなんだよ。でただ楽天モバイルの場合は一緒に住んでない、一度下がりのない、全く第三者が支払ってもいいよっていうね、非常に珍しいキャリアなんだよね。他のところはその親が払うとかね、そういう特例があったとしても、その親族であることの証明、まあ同一世帯が一番固いんだけど、それ以外のところでも何か訳があればっていうね、いろいろあると思うんだけども、例えば大学生でね、住んでるところが違うとかね、単身赴任でお父さんだけ違うところにいるとかね、まあ、いろんな事情があるんだけども、まあ、大体家族つながりがあるかどうか、そこら辺だと思うんだけど、第三者が払えるっていうね、だから例えばね、スナックのママさんが持ってるね、お客さんが払ってるっていうね、そういうパターンとかもいっぱいありえるよね。あれだ、パパ活の子供たちみんな パパが iPhone 買ってくれて、ガンガン使いたい放題、月に10万20万ガンガン使ってるけども、パパが払ってるからいくらかって知らないみたいなね、そういうパターンもあるかもしれないけど、まあいろんなパターンがあるかもしれないけど、この利用権の譲渡って、この利用権を譲渡できるのっていう、ちょっとそこ知らなかったんだよおじい。だこの利用権の譲渡だ、これ結婚して名前が変わったとか引っ越したっていう場合は、その本人確認書類のが古いから新しいのを出しなさいっていうのは分かるんだけども、じゃあその人が引っ越したとか結婚したとかっていうのを、いちいちじゃあ楽天モバイル会員全員更新状使って調査してるのかとかね、役所と連携して全部作り連絡所があってね、そこにみんな来るのかとかね、まあいろいろあると思うんだけど、これね、誰か教えてくれ、これ花火さんとかね、誰か知らない、本サービス利用権の譲渡の承認って譲渡できんの？これはね、楽天モバイルはできても不思議じゃないと思うけど、他のやつって譲渡できたっけかな、なんだっけ、ほらおじいが使ってみたり、うちのおふくろが使ってたの死んじゃったから、なんていうんだっけ、所有の名前があったよね、引き継ぐやつね、ああいうのとかなら分かるんだけど、譲渡なんだね、かかる請求、譲渡の承認にかかる請求、または契約者氏名等の変更だけで、まあこれはあれだよね、名前とか名字が変わったとかね、どっか養子に行ったとかね、そういういろんなものがあるよね。なもんでね、であとね、重要なものっていうのはここだと思うんだよね、不正利用目的の疑いが認められた場合ね、今の世の中ね、ここなんだよ、いろんなもので、この不正利用目的の疑いね、この疑いで、この疑いがどこからやってくるのか、その中国みたいにね、ずっと楽天当局がずっと監視してるわけではないからね、どっからその疑いが出てくるのかっていうと、何かしらのやっぱり事件なんだよね。で事件が絡んで、で、端末とか電話番号からその調査が楽天モバイルの方に、警察からね、調査機関から何かしら来る。あとはほら、いろんな詐欺とかね、オレオレとか受け子のやつとかなんかいろいろあるじゃんね、そこら辺の関連したものとかってね、まあ現代で言ったらそういうものが一番濃厚ではないかなと思うんだけど、でそれに絡んだ場合再確認が来る。
で、これがね、これが怖いのがね、このまあシムの場合もそうなんだけど、イーシムの場合はね、怖いよねって言ってはね、楽天モバイルの端末をお店にね売るならいいんだけど、メルカリとかそういうので個人売買で、で初期化をしても個人のイーシム情報手動で消さない人結構多いでしょ。だからおじいのチャンネルでもね、マリカルで買ったらあの前の人の番号出て困りました、どうしたらいいでしょうかとかね、楽天のアプリね、ただ前の人のやつでね、アカウントでログインいいですかって出てきて、いやどうしようってね、どうしたら使えますかって質問来たんだよね。そういう風になっちゃうの分かるでしょ。で楽天モバイルの端末は悪い組織の人にしてみたらもう願ってもないんだよね。でおまけに楽天モバイルの端末って必ずね、こう無料ポイントがもらえるに知られて、みんな買うとそこのマイアカウント、その人の個人のところにもうその端末の IMEI 番号がもうずっと登録されて一生消えることはないんだよね。で何か犯罪で使われた場合はそこの持ち主購入者がまず疑われるっていう。そうすると例えば元気なおじいがね、ここに楽天ミニがあるんだけど、元気なおじいは手放さないで持っています。これをメルカリでね500円で売ったとしましょう。で買った人がこれでオレオレ詐欺で何かしら足がついたとしましょう。端末番号ね、そしたらこの端末は誰の持ち主なんだね。だからこの IMEI ね、 IMEI で端末楽天モバイルのこれは楽天ミリだ、製造番号は何番、 IMEI 番号は何番、全部電波に乗って発信してるんだね毎日ね。そしたら楽天モバイルに問い合わせが行く。すいません、この端末番号の持ち主分かりますか。ああ、それは元気なおじいさんが一緒に使ってまして。元気なおじいかみたいな感じでね。でそこでずっとねもうわけのわからないけども張り込まれたりするんだね、うん、もうお互いの眼差しね、知らない車がやってきてね、アンパン牛乳を片手にずっと20時間ね払いたいとかね、そういうことになるわけだね。だからね、怖いです、本当に怖いね。楽天モバイルの端末ほど怖いものはないよね。でそこでeSIM情報がね、こう悪いやつはその消し忘れを狙ってるわけだからね、怖いよね。売った人が被害者になる場合もあるし、加害者側で何か情報抜かれてね、やられる場合もあるし、怖いんだよ、とにかく楽天モバイルの端末はね。まあ、なので、このね、まあ、いろんなその不正利用目的の疑いね、疑いが認められた場合ね、何かね、まあそのね、番号をそのまんま即座に移動していればね、端末番号と SIM の番号ね、両方一致してなければね、でもそこのところでその誰が使っているのかわからないわけだから、結局ね、だからいろんなところから、まあ、怖い思いをすることがあるってことなんだね。まあ、このね、不正利用の目的の疑いなわけですね。でこの疑いっていうのはね、塗り切りもあるからね、本当ね。まあそんなわけで怖いよ、本当ね。いつ何時突然やってくるかわからない、しかも7日間ルールがあって即座に止められてしまうっていうね、そういうことだよね。怖いね、本当。はい、そんなわけでね、最新さ即答7日ルールね、即利用停止、期日以内に届かなかった場合、内容が異なった場合は即利用停止ということでね、まあ、この内容あまり具体的によくわかんないけど、皆さん賢いだろうからね、こんな例があるね、あんな例があるねとかね、そういうのを教えていただければ、おじいもまたうまくまとめたいなと思いますね。まあ、朝一番でね、まだね、ナビシコリーチとチーズ1個だけじゃね、まだ頭働かないからもう今日もカレーヌードルね、てかカレーヌードルいっぱい買ってきた、なんかびっくりするほど値上げするみたいだからね、だからずっと食べてなかったから、カップヌードルって高いじゃん、なんか昔さ
98円の時はさよく買って食べてたけど、100円超えてからねあんま買わなくなったんだよ。たまに128円とかね、あの薬局とかで買う時があるんだけど、いやもっと上がるのかと思って、なんか最近なんか200円近いじゃんね、なんかね。で最高ですごい高い値段で買った時で、ね、200円ぐらいかな。あのそんな高いのどうして買ったのって、セブンイレブンなんだよ実はね。セブンイレブン高かったな。セブンイレブンでなんか2個だけ買うとなんか下敷きくれるっていうなんかキャンペーンがなんかあってね、今そこに飾ってあるんだけど、何さんだっけ なラーメン大好き小泉さんってなんかね全然知らないんだけど、だから下敷きプレゼント2個で1個プレゼントって書いてあったから、じゃあ4個買って2種類もらっておこうかなって3種類ぐらいだったと思うんだけどね、まあその時以来かな本当ね。でも美味しいね、これが一番美味しい。なんかねチーズのやつとかもあって買って食べたけど、なんかやっぱねパッとしないっていうかね、あのおじいはやっぱねこのカレーがやっぱね一番大好きだな。うん、であの醤油普通のカップのあれも美味しいね、すごくね、あれも美味しい、ね、でなんだっけな、がっかりしたのがね、あのすげえがっかりしたのがね、あれあの新しくなったシーフードかな、あの早見優衣ちゃんが宣伝やっててね、あのイカのやつね、でああと思って、あのあれがっかりしたなすごくあれ美味しくなかったな、高い割にはあれがっかりしたな本当。まあいいや、はい、そんなわけでね、皆さんはどうですか、カップヌードル食べてますかね、値上げ前に食べておきましょうね。そんなわけで今回は楽天モバイル最新社食と7日のルール利用停止のお話でございました。一人文句の皆さんね、さあみんなで考えよう、コメントをよろしくお願いいたします。またね、バイバーイ。